間違いなく罠の中。まった罠か。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。早くしろよ。のんびりしてないでさ。おい、やべえぞ。グラディオ、動力を切れ。近くにあるはずだ。んだって？おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。無事だったか。お前らどうやって来た？まずは礼だろ。どうも。お前とはぐれた後、助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜ、あいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。ここは使われてんの？ってことは誰かいる。やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。
おい、兵器か。怪我は？手当ての必要は？大丈夫。ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃ、するだろう。だから来てくれたんだよね。俺も、そう信じてた。プロンプト。もう一回会って。俺はもう偽物じゃない。安心して、って言うまで、死ねないって。悪かった。大丈夫。気にしてないよ。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。これか。音はこの先からだ。進めないのか。開くよ。魔導兵さん、同じのあったら俺のと。かもな。よく見てねえけど。ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。まあそういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか？おい、試してみろ。わかった。
戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。イグリスに何してんだよ。悪い。していいことと悪いことくらいわかるよね。おい、イグリスに当たるだろうが。冗談でも許さねえぞ。悪かった。またお前か。友達。趣味が。はっ。グラディプロット。見当はついた。指輪したんだね。まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いとは思うが、ノクトならやれるはずだ。まあ武器は取り戻したからな、お前らもちゃんと戦えよ。イグニス、大丈夫？ああ、なんとかな。イグプロット。見当はついた。うおりゃ！ビッグスとエッジは脱出できただろうか。何かあったの？手前でちっと襲われてな。生きてる。絶対また会える。あとはクリスタルだ。入れねえ場所があったな。俺の腕なら開くよ。この要塞内の鍵は全部ね。泥棒みてえな言い方だな。開けないよ。エレベーターはどこだ？
レガリアはどこに置いてきたの？外っていやいいのか。動かなくなってしまってな。最後まで俺たちを守ってくれたよ。いよいよ大詰めか。格納庫か。広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。Nope.
将軍を務めた男の慣れの果てか。それなりに志もあったろうによ。残酷だ。たやすく人を死骸化させると。おい、気をつけろ。封鎖します。ゲートから離れてください。クリスタルまであと少しなのに。サル、ここから繋がってんだ。仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ急げ。クリスタルの力を得るなら全てを捨てる覚悟で臨むんだよ。閉鎖されました。死ぬなよ。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？